生懸命応援して、もうこの人に、はい、小池さんに期待をかけていたんですけど、なんか期待も裏切られたような、裏切られたなんて言っちゃいけないのか、一生懸命築地を守るために私たちはできた会です。で、どんなことあっても古くから歴史のあるおじいさん、そのまたおじいさん、みんなの守ってきた築地を守りたいと思って、素人ながら女のそのグループで作った会です。小池さんを頼って、小池さんにお願いしてやってきたんですけど、この4年間何をしてくださったのかなって今疑問に思うことがいっぱいなんです。もうどんなことで、その頃からもう宇都宮先生にはいろいろと力になっていただいて、もう励ましていただいて頑張ってきました。この度先生が立たれるというので、私たちはどんなことあっても先生にこのクリーンな明るい東京を作っていただきたい、そのために先生をぜひ応援したいと思ってやってきました。皆さんよろしくお願いいたします。仲間が来ているので一言ずつ、はい、よろしくお願いします。築地おかみさん会の鈴木と申します。もうこの度は先生が出馬なさるということで本当に心強く思っております。前の、今現在小池さんがやってくださった築地守る会の、ことでいろいろ私たちには応援してきてまいりましたが、何一つとして私どもの豊洲に移ることに関して、反対運動してきましたが、いざとなりましたら、何もしてくださらなかった。本当に、これからも全然先生に先生には必ず、築地を守って、くださるということでしたんですが、全然その約束も果たしてくださらなかったということで、私どもは絶対に今回は、宇都宮先生に大変お世話になっておりましたので、ぜひ都政を守っていただきたいと思って、変えていただきたいと思ってここにやってまいりました。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。おかみの会から、やってまいりましたので、もうよろしくお願いいたします。おかみさん会の、堀江と申します。みんなで協力してきたんです。そして宇都宮先生が本当に勉強会にいつも助けてくださって、勉強を見てくださったんです。それがうまくいかなくて誠に残念です。でも今回は築地を戻す、そこの築地のところをまた豊洲のところをカジノのところに変えてほしい。そして仕入れに来るお客さん方も、あそこは豊洲はいつも駐車料金取るんです。そこはどこの買い物行っても車の駐車料金は取らないんです。築地は取る、豊洲は取る。これはおかしいです。これを変えてもらいたいと思ってます。築地おかみさん会の皆さんありがとうございました。本当にこうやってマイクで大勢の皆さんの前でお話をするってとっても勇気がいって、とっても難しいことなんですよね。でもどうしても駆けつけて自分の言葉で言わなきゃということで駆けつけてくださいました。宇都宮健二さん、たった一人でも街頭に立つ勇気を持ってほしい、それが民主主義になるんだって私たちを励ましてくださっています。ありがとうございます。それでは続いての方にお話しいただきましょう。続いては障害一人親に関する法改正を求める会の香川雄貴さんです。香川さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。障害一人親に関する法改正を求める会の香川雄貴といいます。
今日はあの皆様ご家族もおありで大切な日曜日の朝雨の中お集まりくださいまして、どうもありがとうございます。そうなんです。あの展示ブロックが必要な方もいらっしゃいます。大切な日曜日の朝お集まりくださいましてありがとうございます。私たちが求めてきました法改正、実は先月国会でやっと実現いたしました。今後は誰も取り残されずに救済されるように広く当事者に届ける活動を取り上げております。その上でこの問題を解決していただきたいと思います。私はあのシングルマザーになって2人の子供を育てていますが、過労型が避難所を発生しまして障害固定してしまいました。そこで障害年金を受け取るようになりましたが、そうすると国の法律によってそれまで受け取れていたそれ親へのサービス、児童扶養手当が給付されないことに衝撃を受けました。児童扶養手当を受け取るリストから外されると支援の必要な一人のリストからも発揮されて必要なサービスが止められてしまいます。その結果親子ともども孤立してしまいました。もしも、児童扶養手当の方を取ると今度は親の障害年金が止められるという国の法律になっています。それでは暮らしていくことができなくなってしまいます。この問題は10年前から一人で解きまして、厚生労働省、本省までしっかりとお願いしてきたのですが、やはり国が決めたことだからということで差別を黙認する機会がほとんどだったんです。その私に今回の法改正という結果に入れてくださったのが野村先生さんでした。私が求めてきたものは国会での法改正です。とてつもなく上映の決めに思いました。でも3年前に宇都宮先生さんと出会ったことで今回の国会での発表までの道が広げました。ちょっと私としてはちょっと解説をしようにはどうしたらいいのか、法律の観点から学ばないと法改正につなげられないという気持ちで、宇都宮さんの市民政治塾の主催者に参加させていただいたんですけれども、そこで市民が取り動かすにはどうしたらいいのか、人権についてゼミ提出で1年間学びました。当事者の皆さんは弱り切ってして施設の手や見るなどほとんど動けませんが、そこで出会ってセミナーの仲間が私と一緒に動いてくれました。セミナーさんは一連のやりながらどうやって広がらないように取り組んで国家の形でブレイキングを再開させたり多くの質問を取り付かせていました。それは本当に実にまっすぐに諦めずにコツコツと訴え続けるという当たり前のことでした。今日ここにおられる田村智子さん、過去の国会議事録をネットで調べてたら早くにこの問題を国会で質問してくださっていたことを知りました。それから立憲民主党の川田隆平さん、患者会ですとか宇都宮さんの講演会でお話しさせていただいた私にご連絡くださいまして、厚生労働省とお話しする機会を設けてくださいました。それから社民党党首の福島みずきさん、福島さんいつも企画する笑顔で励ましてくださいました。それから自民党や公明党の心ある方々、元厚生労働大臣や副厚労大臣にもご説明させていただきました。ここにおられる皆さんとは野党と与党という関係ですが、宇都宮さんの持論である人を救うための法案にはドーハを超えて広く多くの議員に理解を広げている考え方に沿って行動していたおかげでした。宇都宮健治さんは今回市民の選挙の春と聞いて説明を話すと思いました。市民一人に関わってこられ私のような思うように動けないそうした一人の人間にも国が国を動かすことができるんだという勇気とやり方を教えてくれました。そこには応援してくださる党の議員さんが集まってくださっていますけれども、大きなことを成し遂げるには党派を超えて理解してもらうという宇都宮県議さんが決まってこられたことの先に都知事があるのだと思います。都知事は都庁職員のトップです。宇都宮さんに熱を融通させてやる気を引き出し道筋を示してくださること、またこそ都知事にふさわしいと思います。今都議会では野党は自民党様と聞きましたけれど、どうすることに与党も野党もないという宇都宮さんこと
人自体と一緒にこの東京を住みやすくし、私たちのような一人一人が生きやすく、弱った時にも乗り越えられるよう、まあ、東京をさせてくださると信じています。宇都宮さん、ご主人になってください。皆さんと一緒に私も心から応援したいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。障害ひとり親に関する法改正を求める会の香川祐希さんでした。本当にありがとうございます。続きまして、福島の原発事故で福島県の田村市から、避難をされている避難の共同センターの熊本美也子さんから、ご挨拶をいただきます。熊本さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。福島から、福島の原発事故で避難している熊本と申します。コロナの緊急事態宣言は解除されましたけれども、原子力緊急事態宣言はまだ発令中でございます。もう9年も経っているのですけれども、いまだにまだ解除されません。コロナの緊急事態宣言が発令されるときに、その、人権を制限するようなものの発令するときにどういう根拠が必要なのか、それから解除するときはどういうその科学的な、事態のがきちんと整理されているのかどうか、そういったことが問題になりましたけれども、原子力の緊急事態宣言というのは発令するときには原子量がコントロールできないと、そういう事態になったらば発令するということになっているのですが、解除するときの条件というのは全然わかりません。どういう状態になったらば解除されるのか、もう9年も経っているのですが、私たち自体にそういった説明はありません。で、人権をどういう形で制限をするのかということですけれども、福島では日本全国公衆の放射能の許容限度というのは年間1ミリシーベルトということになっておりますけれども、福島ではその20倍の20ミリシーベルトで帰れ帰れと言われます。それから放射性廃棄物のクリアランスレベルも全国では1キログラムあたり100ベクレルということになっているのですが、福島では8000ベクレルまでは大丈夫だ、処理していいんだと言われています。私たち避難者は未だにまだ安定した住まいを見つけることができません。このように誰かの犠牲の上に立って成り立つ社会というのはおかしいと思います。で、私たちはやっぱりきちんと私たちにきちんと私たちの状態を調査して、それに合った施策を求めております。宇都宮先生には何度か一緒に東京都に交渉に行っていただきました。で、私たちもこの東京から私たち社会の変容ということではなくて政治の変容を求めたい、東京都からそれを求めたいということで今日は参加させていただきました。どうか皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございました。前回の選挙の時には原発ゼロということをですね訴えて当選された方が今の現知事です。しかしその方が避難者の方を追い出す側に回っているという、それが今の東京都の現実だと思います。それではここで司会をバトンタッチして、はい、はい、ありがとうございます。東京都に暮らす私たちの暮らしの安全、食の安全、そして障害のある人もない人も安心して暮らせる東京都、原発に依存しない持続可能なエネルギー政策、頻発するこうしたパンデミック、それから気候変動にも抜本的に取り組んでいく、そうした宇都宮健児さんに私たち本当に本当に大きな期待をしたいと思います。それでは演説会後半戦に参ります。後半戦は国会から戦うとっても頼もしい、とっても素敵な国会議員の皆さんが駆けつけてくださいました。そして宇
応援している政党の方も駆けつけてくださっております。トップバッターは緑の党グリーンズジャパンから神門明子さん。神門明子代表、よろしくお願いいたします。はい、すいません、今そうですね、今日はマスコミの取材の方も入ってくださっております。宇都宮健二さんに大きく期待をしたい、宇都宮健二さんを激励したい、戦う政治家、戦う女性の皆さんが宇都宮健二さんを囲みたいということで駆けつけてくださいました。皆さん、今日はソーシャルディスタンスに配慮していただいて、少し距離を取っていただきまして、ぜひ新型コロナウイルスの感染予防策にご協力いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、その女性応援の政治家、トップバッターを務めさせていただきますのは、私緑の党グリーンズジャパン東京都本部共同代表の神門明子と申します。緑の党といってもご存じない方も多いかもしれません。残念ながらまだ日本では国会議員はいませんが、全国の自治体で頑張っている自治体議員、そして市民の仲間と日本にも緑の党を作ろうと頑張っています。世界を見回せば緑の党今とても注目されているんです。昨年1年前のヨーロッパ議会選挙では気候変動問題を取り上げて大きく躍進、今ヨーロッパをはじめとした各国で連立政権に参加しているところも多くあるのが緑の党です。ではなぜ日本では緑の党は国会議員を出せないのか。その大きな原因の一つが選挙供託金制度、ご存知でしょうか。世界には供託金なんてない、立候補したい人は誰でもできるという国が多いんです。ところが日本は世界でももう類を見ないほどの高額の供託金制度がある。このことによって私たち緑の党もそうです。また女性議員が今世界199カ国中166位という、192カ国中162位という低い、この問題もこの供託金制度に大きな要因があります。この供託金は憲法違反だという裁判を戦っている弁護団長がこの宇都宮健二さんなんです。しっかりとお金にはならないけれども必要なことを支えてきているのが宇都宮健二さん。私たち緑の党は今回ぜひとも宇都宮さんに東京都のリーダーになってほしいという強い思いでおります。そして今私たちが最も訴えたいのは、このコロナ危機、そしてそれ以前にそのさらに大きな問題でもある気候危機です。今世界的に最も大きな関心になっているのはこの気候変動問題、気候危機にどう対応していくかです。小池知事はパフォーマンス前です、1年前にゼロイミッション東京というのを発表しました。2050年には CO2 排出量をゼロにするという宣言をしたんですね。でもそれを実際にどうするのか、昨年暮れにこのゼロエミッション計画、東京戦略という計画を発表しました。よくできているかなと思うんだけど、一番肝心なところ、それは2050年30年後にゼロにするためにはまず10年後にどういう目標を立てるかが大きいんです。そこが小池さんにはないんですね。パフォーマンスなんです。あと10年、自分たちが十分責任を持てる期間にどれだけ減らすのか。私たちは宇都宮健二さんとこの2030年まであと10年の間に CO2 を 50% 確実に減らす、そして2050年にはゼロにしていく、このためのリーダーを東京都に果たしてもらいたいと思っています。東京都で実は20年前には世界でトップクラスのこの気候変動対策取り組んでたんです。石原都政は私に支持しなかったけれども、でも環境政策に関してはこれはしっかりとやっていた。ところがその後どん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 失速しています。でも東京都政、もうスウェーデンに匹敵するだけの予算を持っているこの大きな東京都が世界でどんな役割を果たすのかというのは本当に大きいんです。今世界的に求められているこの東京都政の役割を果たせる、誠実に本当に必要なことに着実に取り組んできた宇都宮健二さんだからこそできることあると思っています。ぜひあのパフォーマンスでかっこいい横文字を並べるだけの小池先生ではなくて、誠実に目の前で困っているこのコロナ危機の中で暮らしも命も仕事も失うような、そんな人たちにきちんと向き合うことができる、そしてさらに今の若い人たちがこれから10年20年30年皆さんがしっかりと生きていけるような世界を作るために仕事ができる、そんな宇都宮健二さんとぜひ都政を変えていきたいと思っています。ぜひ今回の選挙、パフォーマンスではなくて誠実に公正に正直に政治に取り組む、そんな宇都宮健二さんを
都政へと送り出していきたいと思います。今小池さんは自粛から自衛って言ってますよね。自衛って何ですか。自己責任だったら政治はいらないじゃないですか。私たちに必要なのは本当に政治の力で弱い人たち、そして未来を守る、そんなリーダーです。私たち緑の党は今回全力で宇都宮健二さんを応援していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。緑の党グリーンズジャパン東京都本部共同代表の神門明子さんでした。神門さん、ありがとうございました。はい、皆さん、新型コロナウイルス感染予防ということで、今回の選挙、まさに新しい選挙スタイルが求められております。希望の街東京をつくる会では、この街頭演説会も皆さんが密集して密接になってしまうと大変危険ですので、場所どこでやるかという場所の告知は一切行っておりません。ただ日々の街頭演説会、何時から行いますということ、時間のみを告知して行っておりますので、はい、多くの皆さんに見ていただけるようにインターネットのライブ配信を同時でさせていただいております。どうか皆さん、宇都宮健二さんの公式 Twitter、YouTube がございますので、登録、フォローしていただいて、宇都宮健二のゲリラ街角街頭演説会をご覧いただきますよう、よろしくお願いいたします。それでは、続いては、社会民主党党首、福島みずほ参議院議員から、宇都宮健二さんにメッセージ、お願いいたします。どうも皆さん、こんにちは。ちょっとフェイスシールドをしてすいませんが、社民党党首、参議院議員福島みずほです。オンラインで街頭演説見てくださってる皆さんも、どうかどうかよろしくお願いいたします。宇都宮健二さん、弁護士として大先輩、そしてグレーゾーン金利について、自民党も全ての政党を巻き込んで、これの問題の解決をしました。だからみんな、それで本当に助かったんです。これで高い金利を払わなくていい、あるいは取り戻すことができる。どれだけ多重債務などで苦しんでいる人たちが、宇都宮さんの頑張りで超党派で法案を作る、その手腕によって命を、生活を救われたでしょうか。そして東日本大震災があった時、日本弁護士連合会、日弁連、日本弁当協会ではないんですが、日本弁護士連合会の会長として、その時本当に頑張りました。当時宇都宮さんが本当に弁護士会の会長でよかったと心から思っています。宇都宮さん、素晴らしいのは、弱い人、貧しい人、生活に困っている人、すべての人に寄り添うことができる、その気持ちです、その感情です。それが一番。そして2番目はまさにそのことを政策で解決できる、実際実行できる人だということです。そしてこの間、都政をずっとウォッチして、たくさんの皆さんたちとどうすればこの東京都もっと良くなるのか、そのことに頑張ってきました。私は心から尊敬をしています。ところで皆さん、今生活はどうでしょうか。昨日議員会館で東京寄り添いファンド、稲葉剛さんや、それから瀬戸大作者や、たくさんのまさに頑張る皆さん、所持金40円100円、あるいは所持金1000円以下2000円以下、そんなほとんどの人たち、ネットカフェから追い出され、もう行くところがない、もうホームレスになるしかない、自殺を考えている、そんな人たちを一人一人生活保護につなげたり、基金の中からみんなで集めたお金でどうかビジネスホテル行けますよ、そんな基金で応援をしているたくさんの人たちと集会がありました。どうでしょうか。みんな困ってるんですよ。どうですか。みんな生きていけない、それで困っています。今皆さん、休業者は600万人、3月から4月で非正規雇用は139万人ほど減りました。この失業者が休業者600万人、この人々があっという間に失業者になり、あるいは寮を追い出され、ホームレスになってしまうんじゃないか、地面の底が抜けたような、そんな厳しい状況です。
貯蓄がない、仕事を辞めさせられた、どうして食べていこうか、食べ物がない、みんな苦しんでいます。だからこの時期、人々の心に寄り添う人が東京都のリーダーとして必要ではないでしょうか。 PCR 検査ちゃんとやる必要があります。検査すら受けられない、そんなのおかしいですよ。そして福島みずほは言いたい、公立病院公的病院統合再編、このことを厚生労働省出しています。この東京都だって公立病院多くこの対象になっています。感染症対策やっているのに本当に大変じゃないですか。だからこそ医療、教育、福祉、介護、そのことにしっかりお金を使う。スーパーシティやカジノではなく、みんなの生活を応援する、そんな失礼、宇都宮健二さん本当に頑張ってもらいたい。私は宇都宮健二さん本当に応援をしています。どうか一緒に応援をしております。東京都本当に真面目で正直で公平な政治を一緒に実現していきましょう。社会民主党党首福島みずほさんでした。ありがとうございました。今福島みずほさんのお話にもありましたが、昨日も冷たい雨でしたが、東京都庁の前で路上生活者の方のために食料供給、炊き出しをしてくださったボランティアの方々、活動してくださっている皆さんがおられたそうです。でも雨が降っているのに都庁の軒下でやるのはやめてほしいと、敷地から出て雨が降っているその路上でやってくださいと、そういう注意があったというふうに聞きました。本当に人道に反していますし、みんなが一緒に暮らせる東京都を作っていく、そういう姿勢が今の小池都政には全く感じられません。この宇都宮健二さん、反貧困の活動をライフワークとして続けてくださいました。本当に私たち都民の命と暮らしを守ってくれるのは誰なのかということを今こそ考えたいです。それでは続いては日本共産党から、日本共産党副委員長、参議院議員の田村智子さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。宇都宮健二さんが都知事選挙に名乗りを上げたとき、本当に嬉しかったです。ここに来て宇都宮健二さんにお聞きしました。都議会どれぐらい通われたんですか。この4年間都議会が行われるたびに傍聴に行かれていたそうなんですね。新型コロナの問題で傍聴ができなくなってしまって、それまでは必ず足を運んでいた。小池百合子さんが都知事になった当初は何か変えてくれるかもしれないという期待で、最前列にそのことを期待する方々毎回傍聴に来ていたが、年を重ねるごとにその姿が消えていったといいます。そうですよね。冒頭に築地のおかみさん会の皆さんから訴えがあったように、築地をもう一度考え直すって言ったのに、結局何にも変わらないまま汚染水が下に溜まってる、この問題も何の解決もないままに、ただただ豊田市場ができて築地は今後大規模開発されてしまうかもしれない、そんな状態になってしまっています。私この新型コロナの問題でこういう大型開発とかアベノミクスが旗を振るような世界一稼げる街を作るとか、ビジネスのための街づくりとか、そういうことをこのまま進めていていいのかなということが大元から根本から問われているように思えてならないんです。皆さん海外からたくさんその検査待ちの人とか、こう渡航された方がね、検査の結果が出るまでいるとこがない、どうしたらいいんだってなった時に、オリンピックの選手村使えばいいじゃないかってみんな思いましたよね。なんで使えなかったのか。あれ選手村はものすごい安い価格で大手デベロッパーにあの土地売っちゃったんですよね。そしてオリンピック選手村作った後はどうぞマンションで販売してください、やっちゃった。ロンドンオリンピックなんか全然違いますよ。
選手村の跡地どうしていったか、公営住宅にして家賃が払えずに困っている低所得の方々も住める街を作ろう、こういうことをやられていったんですよ。全く違いますね。あの地域、臨海の地域の高額マンション作って大手デベロッパー儲けさせて、そのマンションの価格を落とすわけにはいかないから、検査待ちの方あるいは軽症者入れるわけにはいかなかったんですよ。こういうことで人の命が守られるのか。宇都宮さんは新型コロナの問題で都議会に行かれなくなった時にはどんな活動をされていたか、仕事を失った、住まいを失った、そういう方々の電話相談を受ける現場に駆けつけて、弁護士としてその自分のですね持てる力をできる限り、困っている方、明日の命をつながなければならない方、その力になろうと市民の皆さんと一緒に目立たないところで命守るために頑張ってこられたんですよね。弁護士としても弱い立場の側に立って命を守るため、サラ金から借金返せと迫られる、高い利息を払わせられている、そういう方々のためにまさに命がけですよ。悪いサラ金業界に命狙われるような、そんなですね弁護士活動も繰り広げてこられた。新型コロナの問題で今本当に明日の命がどうなるか、明日の希望をどうやったら見出せるのか、こういう方々が日を追って増え続けていると思います。だからこそ宇都宮健児さんの力が東京都の政治に求められているんじゃないでしょうか。皆さん、命守る、暮らし守る、その都政作っていきましょう。ビジネスのためのまちづくりは進められました。一方でどうでしょうか。 PCR 検査をやる地方衛生圏、東京都はあの新型インフルエンザの時には1日300検査できるだけの能力を持ってました。それでも足りないって言われてました。今年の3月、それが220に落ちていました。どういうことでしょう。保健所電話がつながらない。1994年当時、都内に71箇所あった保健所、今31箇所ですよ。そして今度は都立病院まで民営化の道を歩ませようとする。この政治を皆さん何としても宇都宮健児さんと一緒に変えていこうではありませんか。私たちも頑張ります。ありがとうございました。日本共産党から田村智子参議院議員でした。ありがとうございました。皆さん、今回の街角ゲリラライブ街頭演説会なんですが、場所の告知は行っておりません。今ツイッター等々でたくさん問い合わせをいただいているようなんですけれども、どこでやってるのというご質問たくさん届いているようです。今新宿アルタ前でやっているんですが、今回は新型コロナウイルス感染予防のために場所の告知は一切やっておりません。その代わり街角でゲリラライブを行いまして、このライブ配信をツイッター、YouTube 等で行っております。どうか皆さん、宇都宮健児の公式ツイッターをフォローして、こうした街角ゲリラライブ時間だけお知らせをしておきますので、ぜひぜひご覧ください。よろしくお願いします。それでは続きまして、立憲民主党から立憲民主党副代表参議院議員蓮舫さん、よろしくお願いいたします。改めまして、立憲民主党参議院議員の蓮舫です。今日は私は心から宇都宮健児さんを応援をさせていただきたい、心から一人でも多くの都民の皆様方に今回の選挙に関心を持っていただいて、どうか投票に行っていただきたい。皆様の権利をこの都知事選挙だから使っていただきたいということを改めて冒頭にお願いをさせていただきたいと思っております。東京が、日本が、世界がこれまでにない未知のウイルス、コロナと向き合っている。この瞬間にも暮らしが、仕事が、雇用が、生活が、さまざまなものが壊れそうになり、それでも踏みとどまっている方たちがいる。政治は何をするのか。自粛から自衛と現職都知事は言い放ちました。自衛できるんだったら
みんな自衛してるんじゃないですか。自衛ができないから声を上げて暮らしを守ってくれ、生活を守ってくれ、その声に耳を貸さない東京都知事ではなくて、その声に向き合う宇都宮健児さんをどうか皆さん応援をしていただきたいと心からお願いいたします。私たちも手探りでした。田村さんや福島さんや我々野党もこの感染症対策で今政治が何をしなければいけないのか、何が求められているのか、国会で手探りだった。それでも現政権はあまりにも対応が遅すぎた。2月3月の予算を審議しているときに我々何と言ったでしょうか。感染症対策を、予算を組み替えろ、医療機関を守れ、雇用主を守れ、子どもたちを守れ、この声に耳を貸さず、わずか2000億の予備費でよしとしてきた現政権の対応が残念ながら頑張れない人たちを生み出してしまった。これは我々野党も力がなかったことを反省している。だから一次補正の時に医療機関守りましょう、学生を守りましょう、困窮家庭を守ろうじゃないか、家賃の補助、あるいは PCR 検査を増やす、自治体が使えるお金を何度提案しても安倍政権はこれを拒否しました。そしてわずか1ヶ月経ったぐらいで二次補正に着手、自らが対応が遅いということを認めました。でもどうでしょうか、そのお金が本当に届いてるんだろうか。持続化給付金どれだけ必要でしょうか。緊急事態宣言で店を閉じ、仕事ができない、雇用がなくなるかもしれない、もう宣言が明けて2ヶ月近くは経とうとしてんのに、持続化給付金は届かないけれども電通には潤沢な税金が届いている。あまりでもおかしいじゃないですか。おかしいことをおかしいと堂々と私たちは言っていきたい。そしてその間違った中引きの財源があるんだったら必要とされている人たちに回していくのが政治です。東京都は1年間の予算は7兆3500億円、皆さん都民税、東京都の都民が納めている税金は5兆5000億、この光景は来年間違いなく変わります。どれだけ税収が下振れるか想像がつきません。まさかの時のために前都知事までが積み上げてきた1兆もの万が一の時の基金が小池都知事で今500億まで減らされました。第2波が来たら、第3波が来たら、今の歳入歳出を見直す、その時の基軸ことが今回の都知事選で問われます。残念ながら感染症は格差を広げた、仕事を続けられる人、続けられない人、 IT の勉強が受けられる子ども、受けられない子ども、あるいは仕事を失う者、仕事をそのまま守れる者、この広がった格差を是正するために国が動かないから東京都が動くべきだと改めて私は考えています。どうか皆さん、今求められるのは聞き障りのいい言葉やカタカナ連発の言葉ではなくて、本当に皆さんの苦しさに届く政策だということを改めて蓮舫からお訴えさせていただこうと思っております。宇都宮健児さん、私は本当にこうやって隣で応援させていただけることを誇りに思います。目立たなくても苦しい人たちの悩みに寄り添って、グレーンゾーンキリもそうだった、地下鉄サリン事件もそうだった、一人で何もできない人に寄り添ってきた、その切実さこそが今回の都知事には求められるということを改めて心からお訴えを申し上げ、蓮舫から宇都宮健児候補予定者への応援とさせていただきます。どうかご支援よろしくお願いします。ありがとうございました。蓮舫さん、どうもありがとうございました。それではお待たせしました、今日のその鳥というかですね、このコロナ禍の下でどうして都知事選挙に立とうと考えられたのか、都知事になって何をやろうとされているのかですね、宇都宮健児さんのお話を聞きたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、今回の都知事選の、立候補予定者である宇都宮健児といいます。まず最初にですね、今回 の、 コロナ感染症の拡大によって、多くの方が感染をして、多くの方が亡くなられています。亡くなられた方に対して心よりご冥福をお祈りしたいと思いますし、現在も療養を続けられている方に対して心よりお見舞いを申し上げます。もう報道でご存じだと思いますけど、私自身は東京都の緊急事態宣言が解除された5月の25日に、都知事選出馬の表明をしまして、そして、5月の27日午前11時から、都庁記者クラブで、都知事選出馬の記者会見をさせていただきました。この時はたった一人で記者会見をしました。記者会見にあたって、今日応援に駆けつけて来ていただいている政党の皆さんとは一切相談連絡もなく、自分の判断で、出馬の決意をさせていただきました。その後皆さんも報道でご存知の通り、立憲民主党、日本共産党、社民党、新社会党、緑の党、こういう政党からですね、支援をしていただくという決定をいただきました。そしてその後さまざまな、市民団体、労働団体から、宇都宮さんを支持するという決定が続々と届いております。このような支援の広がりに対して大変ありがたく、それから心強く受け止めております。宇都宮選対というのは市民が集まった、客観的に見れば私も極めて弱小の選対だと思っております。選対のみんなは多くの政党の方、労働団体、市民団体の方が支援をする、そういう決定をいただいて大変喜んでおります。さて5月の27日私東京都の記者クラブで記者会見をしたときに、今回の選挙というのは都民一人一人の生存権がかかった選挙なんだということを強調してまいりました。今国会議員の皆さんが話された通り、コロナ禍によって、コロナ災害によって多くの人が仕事を失い、そして住まいを失い、さらには営業継続が困難となり、都民の多くが命や生活を脅かされています。とりわけ今回のコロナ災害は社会的経済的に弱い立場にある人々に襲いかかっております。非正規労働者やシングルマザー、障害を抱えた人々です。都内にはネットカフェで寝泊まりをして、そこを生活の拠点にして派遣やアルバイト、パートで働いている人が東京都の調査でも4000人ぐらいいるということでした。今回東京都はネットカフェに自粛要請をしましたので、ネットカフェで生活をしている人はみんな追い出されてしまったわけです。でこれに対して東京都は東京チャレンジネットという取り組みを通じて400人強のネットカフェで寝泊まりしている人のをビジネスホテルで宿泊できるようにしましたけど、あとの3500人がどうなったか分かりません。その中には路上で生活せざるを得ない人が大量に生み出されております。また非正規労働者で、仕事をしなくてお金が尽きて路上に出てきた人もいます。こういう住まいを、追い出されてしまった、住まいを持てない人が大量に今生み出されています。ちょうど今から10年ちょっと前、リーマンショックの後、まず製造業現場で派遣切り、派遣労働者の解雇、当時派遣切りと言われましたけど、派遣切りが大量に行われ、こういう労働者は最初は所持金があったのでネット会で寝泊まりしてましたけど、そのお金も尽きて、公園、路上で野宿を余儀なくされた。こういう人々を支援するために私たちは日比谷公園にテント村を作って支援活動を行いました。年越し派遣村という取り組みです。当時のリーマンショックの後の派遣村の取り組み
と現在の状況を比較しますと、本当に今困難を抱えて仕事を失ったり、それから住まいを失った人はなかなか表面化しておりません。だけど現場に私は駆けつけて、いろんな事情、状況を、しっかりと見ていますと、あのリーマンショックの後の土地国家派遣村の取り組みよりも、さらに被害がですね、広く深く広まってるんじゃないかと思います。労働者だけではなくて、中小事業者、こういう方も被害が広まってます。4月の末にですね、これも新聞で報道されましたけど、練馬のとんかつ屋の経営者が火災が発生して亡くなってます。このとんかつ屋の経営者のですね、遺体を警察が検証したようですけど、遺体を検証してみると、とんかつ湯をですね、頭からかぶった形跡が残ってるということなんですね。まあ、そういうことで、そういう検証の結果からすればですね、とんかつ湯をかぶって自ら火をつけて焼身自殺を図ったんじゃないか。その方は、コロナ禍でですね、緊急事態宣言がなされる中で、この営業を継続する展望を失ってしまった。まあ、あのオリンピックの聖火ランナーの、にも選ばれてたということが報道されてますけど、コロナの災害、コロナの感染によって命を失うだけではなくてですね、経済的に追い詰められて自ら命を絶つ、こういう人が出てきてるわけです。こういう状況を何としてでもですね、食い止めなきゃいけないと思っております。したがって、私はあの都知事選の、出馬の記者会見で、都民一人一人の生存権がかかった選挙なんだということを強調してまいりました。都民の雇用を守る、それから住まいを守る、営業を守る、生活と命を守り抜く、こういう都政を確立することが重要なんだということを訴えてきました。そして今のコロナ災害、コロナ禍は社会の在り方を問うてるんじゃないでしょうか。私はこれまで多重サラ金の被害者の救済、貧困問題、等々に取り組んできまして、まあ、今の日本の社会はどういう社会だったのかというふうに振り返ると、やはりあの国民や都民、市民の命や暮らし、あるいは人々の人権よりも経済の効率性ばかりを重視した、経済の効率性ばかりを優先した、そういう社会ではなくであったんじゃないかと思います。まあ、先ほど、原発事故でですね、福島をから避難された方 の話がありましたけど、この原発という政策自体がまさに経済効率性ばかりを、重視する政策の表れだったんじゃないかと今思っております。そして、そういう社会っていうのは自己責任ばかりを強調する、経済学者、社会学者は新自由主義的な社会というふうに言ってますけど、そういう社会だったんじゃないかと思っております。で、こういう社会を私は転換しなきゃいけない。自己責任社会じゃなくて、社会的な連帯を重視する共同社会に転換しないと、日本自体がこれから持っていかないんじゃないか。で、こういうような状況というのは世界的にも、同じような問題が現れてるんじゃないかと思います。今コロナ感染症で数が一番多いのはアメリカですよね。アメリカは世界の超大国、経済大国だと言われております。そのアメリカで200万人以上の人が感染をして、11万人以上の人が亡くなってます。この11万人以上の人の死亡というのは、ベトナム戦争でですね、アメリカの軍人が死亡した、その数を大幅に上回るということなんです。そしてアメリカでも貧困と格差が拡大して、国民皆保険制度がありません。したがって感染者や死亡者は貧困層、黒人層に、黒人の人たちは人口比で相対的に感染や死亡者が多い状況になっています。アメリカ社会の根本的な欠陥ですね、構造的な問題、貧困や格差の拡大、そして人種差別の問題、警官の対応で黒人が亡くなりまして、全米で爆発的な抗議運動が広まってますけど、この背景にはアメリカ社会のこれまでの貧困や格差の拡大、構造的な差別、
この問題があらわになった、それの反映じゃないかと思っております。で、私は今回の都知事選、やはり都民の一人一人の、命や暮らしを守り抜く、そういう都政を、確立する、そういう戦いだと思っております。そういうような都政の確立は、私は必ず日本政治にも大きな影響を与えると思っております。まず安倍政権を直撃すると思っております。東京が変わることは日本の政治を変える、そういうことにつながるということを期待しております。私はこれで3度目の、挑戦になりますけど、私個人としてはですね、3度もこういう戦いの場に立てるっていうのは自分は大変幸せもんだなというふうに思っております。今日応援に駆けつけていただいた政党の皆さん、それから築地のおかみさん会、それから障害を抱えている一人親の方、それから、福島からですね、やむなく避難された方、こういう人々と一緒になって都知事選を最後まで戦い抜き、そして、新しい都政を確立したいと、そういう思いで、頑張ってまいりたいと思います。ご支援をよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。2020東京都知事選挙予定候補者の弁護士宇都宮健二さんでした。ありがとうございました。昨日こんなことをツイッターでつぶやいている人がいました。私たちの生活のことをちっとも考えていない都知事だったら、東京タワーをライトアップしてみんなで明るく元気を出そうって提案するんじゃないかな。でも宇都宮健二さんだったら、コロナでお金が足りなくなって電気料金が払えなくて電気が止められそうな人、止められてしまっている人はいないかな、そう考えてくれるんじゃないかなってつぶやいている人がいました。華やかな実体のない虚像のコマーシャルのような政治ではなく、コマーシャルのような都政ではなく、現場第一主義でこの東京に暮らすどんな人のことも、どんな一人一人のことも絶対に一人にしない、見捨てない、私たち都民一人一人の命と暮らしを守る、私たち都民の、そして日本の皆さんの生存権を守るための新しい東京都を絶対にみんなで作ろう、宇都宮健二さんはそう心に決めています。どうか皆さん、宇都宮健二、戦う弁護士宇都宮健二に大きな大きな大きなエールと力を与えてください。よろしくお願いいたします。本日は街角ゲリラライブ、ゲリラライブ街頭演説会、皆様見てくださって聞いてくださってありがとうございました。新型コロナウイルス感染拡大予防のために、宇都宮健二の街角ゲリラライブ街頭演説会は場所の告知は事前に一切行っておりません。そのため宇都宮健二の公式ツイッターをぜひフォローしていただいて、街頭演説会ライブオンラインでご自宅やいろんなところでご覧ください。今回はですね、宇都宮健二さん、本当に市民の皆さんと手弁当で選挙戦を戦っていくことになります。大きなご支援をお願いしたいです。寒波のお願いです。寒波の振込先、寒波の方法等について宇都宮健二公式ツイッターでご説明をしておりますので、どうか皆さん寒波をお寄せください。また今この場でも寒波箱を持ったものが皆さんのことへいますので、ぜひお心を寄せていただけたらありがたいと思います。それでは皆さん、本日の街角ゲリラライブご参加ご視聴本当にありがとうございました。次回の街角ゲリラライブ街頭演説会、午後1時からを予定しております。宇都宮健二公式ツイッター YouTube、 こちらをフォロー、チャンネル登録していただきまして、ぜひぜひ今後も宇都宮健二街角ゲリラライブ街頭演説会ご視聴くださいますようよろしくお願いいたします。今日皆様本当にありがとうございました。